はい、それではですね、これから、長山新旭川地区除雪センターで、この場所が、長山6条18になります。ですので長山中央公園を除雪するのであれば、ここの除雪センターが行うということで、電話をしてみたいと思います。あ、すいません、お伺いしたいんですけども、長山中央公園にですね、今度献花にお伺いしようと思ってるんですけども、除雪って公園内ってされてるんでしょうか？駐車場から、なんていうんですかね、パークセンターに行くまでの。駐車場はされてると思います。あ、駐車場だけですか？はい。あ、そうですね。あとちょっとお聞きしたいんですけど、その反対側のトイレの方から入っていって、パークセンターの方に公園内を通っていくっていうと、除雪全くしないんですかね？どうですか？あ、公園内です。公園内はそうですね。されてはいないですね。あ、そうなんですね。はい、そのまま、雪そのままというか、はい。去年は除雪してあったような気がするんですけど。はい、一応その建物の中まではなってるんですけど。あ、それ以外の公園の中は、そうなんですね。はい。あ、じゃあ真ん中の高台の方まで行くっていうと除雪してないですよね。そうですね。はい。あ、なるほど。わかりました。はい、どうもありがとうございます。はい、はい、失礼します。